G2 は2009年から2015年まで講談社より発行されていたノンフィクション雑誌である。後に週刊現代編集長を務めた藤田康夫によって創刊され、後に講談社学芸局長となる林編、光喜びが編集長を務めていた。2008年12月に休刊となった月刊現代の後継史で講談社内の有志により、 プロジェクトチームが立ち上げられ、新相関された。雑誌、単行本、ネットが3位一体となった、新基軸メディアを目指すとしている。公式サイトでは、最新号の記事全文を順次公開しているほか、一部のバックナンバーについても記事全文を公開。会員登録をすれば読めるようになっている。2009年9月5日に第1号が発売され、同日、 それを記念したシンポジウムが、木の国屋ホールで開催された。シンポジウムは、編集長の藤田康夫が司会を行い、高山文彦、竜美里、石井三本、矢野綾成、佐野真一が登壇した。2009年12月5日、第2号が発売される。同号に寄稿した佐野真一は、月間、はじめ2010年2月号において、G2 を、 雑誌としてあめていない。ホチキスで止めたような雑誌だ。G2 が何か新しいノンフィクションの向上になるかどうかは少なくとも2号を見る限りは見えてこない。G2 の紙面にはアクチュアリティがないと激しい筆致で批判した。ありがとうございます。